座りました。ちょっと水に少女の皆さん、どうぞ。え、何ですか、ちょっと嫌なんですか。大丈夫ですか、大丈夫ですか。さあ、いよいよ決勝戦でございます。大手町、丸の内、有楽町、中通り、綱引き大会決勝戦、ついにここまで来ました。ここまで5連勝かな、ね、素晴らしい。三菱商事の皆さん、ね、決算も過去最高益に近づいたというね、1回ね、会社は好調、そしてチームも好調です。どうでしょう。187センチ、93キロの私が小さく見えるちょっと聞いてみましょうか、ね、そう、身長体重お願いします。185センチ、120キロ。ちょっとこれ聞かない方が良かったです。ただ、ちょっと皆さんチーム一覧で何かこう、ね、ちょっとどう戦いましょうか。いやもうあの気持ちしか勝てるものはないんで、それで勝負したいと思います。皆さんそれでいいですか、気持ちで。どうしよう、社長に降りてきてもらいますか。社長ね、社長お願いします。社長さあ、三菱自動車は本当偉い方だからね、絶対に勝てという至上命令が出てますね。なんて言われたんでしょうか。絶対優勝しろと。はい、丸の内で負けることは許されない。それだけのプレッシャーを背負ってここに立っております。皆さん、ね、今日偉い方がいらっしゃったんですね。どちらにいますか。あちらはこの場にまでいる社長。社長だぞ、社長。はい、社長前、社長。庄司も呼ばないと。社長、社長、ちょっと、はい、社長。じゃあ、やってますよ、社員たちが。頑張ってくださいね。はい、これ勝ったら、ちょっとなんか出したいですね、社長。勝ったら出してみて、負けたらどうなるかわかんない。怖い一言が出ました。これ以上怖いコメントがあるんでしょうか。あ、そして社長、そそくさんと帰ってしまいました。最後にメッセージだけちょっとね、はい、必ず勝つと信じてます。最後まで怖かった社長でございます。これだけのプレッシャー、会社の看板も背負って立っております。あの社長に逆に言っておきますか、ね、勝った暁には決勝は空だけじゃなくて社長室の方も見てますので応援お願いします。なるほど、ね、勝てばこれ金星と言ってもいいでしょうからね、社長賞も出るんじゃないでしょうか、ね、さあ勝てばね、これね、大会で5万円相当のお食事券でございます、ね、頑張っていただきたいと思います。さあ言い残すこともないですね。いいですね、時間もないでいきましょうか。さあ行きましょう。それではいよいよ決勝戦でございます。中野三菱大会、三菱商事対三菱辞書でございます。お、頑張れ。文字通りの三菱対決、辞書が強いか商事が強いか。センター合わせましょう。大手総合商社が強いのか、はい、それとも三菱、ちょっと、そう OK、 そのまま体制が出来上がっております、はい、さあ皆さんご注目ください。決勝戦です。社長、社員たちやってくれましたよ。やってくれましたね。常に期待に応えてくれる商品だと思います。社長、このままの逃げようとしませんか。社長、やっぱり何かやっぱりご褒美を。それは当然考えなきゃいけない。はい、だから考えられます。皆さん、優勝おめでとうございます。さあ、そして負けはしましたが、最後の最後、ね、ここまで連勝でございました。庄司の皆さん、庄司の皆さん、はい、ありがとうございます。庄司、いや、頑張りました。頑張りました。あのやっぱり辞書さん、社長さんいらっしゃってサラリーマンとしてですね、やっぱり社長さんって来られると空気読んで負けないといけないと。すいません、おめでとうございます。なるほど、そういうね、思いもありつつでございます。ただ、何度も言います、社長、社員頑張りましたね、本当にね。何か一つね、あと社長室にみんなで報告に行きましょうか、ね、はい、本当に頑張っていただきました。三菱商事の皆様にも拍手を送りください。試合時間が10秒台が多かった。多かったですね。この決勝戦、なんと11秒です。11秒、はい、
三井の皆さん聞きました、強いっす、辞書強いね、あの歯医者の顔になってます本当に、はい、ね、はあ、やっぱりね、そうですね、日に日に回を重ねることでレベルが上がってくるという、そうですね、さあこの綱引き大会でこんだけ多くの皆さんに、ね、囲まれまして素晴らしい大会を繰り広げていただきました、選手の皆さんにもう一度皆さん拍手をお送りください、チームの皆さん素晴らしい戦いでございました、ね、おそらくおそらくですよ、本当にね、なんかどっか腕とか剣を痛めて午後は使い物にならない競争が出てくるはずなんですから、本当はそうですね、ね、その中で本当ね、仕事を犠牲にして頑張っていただいた皆さんでございました、さあということで中通り綱引き大会これにてね終了ということにね、いやちょっと待ったちょっと待ったちょっと待った、ね、我々レスラー軍のまでやってないですよ、あ、いらっしゃいました、このままだから優勝を俺らが横取りする気ですか、これ俺らは優勝を横取りする気、はい、でもちょっと聞いてた話と違ってあんなごついで送るって言ってたちょっとね忘れておりました、私優勝チームとエキシビションマッチね、プロレスリングノアの皆さんがなんと8人に対して今日6人でも負けられませんね、これね、ちょっと2人ぐらい減らしてもらっていいですか結構なガチな感じじゃないですかプロなんだから、プロなんだからプロですから、いやだって我々が負けたらマジで飯食えなくなりますよ皆さん、ね、あっちはね、辞書は会社の看板を背負って立ちますね、ノアの皆さんもやっぱりね、そうですね、いろいろやっぱり仕事が来なくなる可能性があるっていうプレッシャーがありますからそれでは、そんなこんなでエキシビションマッチでございます、ちょっとノアの皆さん位置についていただいて、さあ、三菱地所の皆さん、それではもう一試合頑張っていきましょう、お願いします、あ、なんと今、三菱地所から6人でいいぞという提案がありました今の足ちょっと前、言っといた方がいいですね、さあ6人お願いします、120、僕75キロしかないんですけど、こう見えて実は75キロ、120、さあ時間も迫ってまいりましたん、ね、で、ね、それでは参りましょう、プロレスリングノアはプロレスラーの威信をかけて意地をかけて、そしてなんとこれなんか見た感じの辞書の方が強いな、これはちょっとね、じゃあ参りましょう、ちょっと時間もないんでね、そうですね、巻き入っちゃってすいません、はい、水晶を待つという、それではご注目ください、優勝チームとプロレスラーどちらが強いのか、ノア対三菱地所、本気でお願いします、
表彰式を行ってまいります。この後実はプロレスリングノアの皆さん、参加してもらった女性だけの混成チームを作ってやる予定だったんですけども、やめておいた方がいいだろうというね、実行委員会側からの話もありましてね。あ、じゃあどうぞ前へ前へ、すいません、ちょっと写真が、すいませんね、前来ますね、選手の皆さんどうぞ前へ。いや、庄司の皆さんはね、堂々と前に。あ、山城グループの皆さんもどうぞ前へ。さあ、それではノアの皆さんもね、お越しいただきまして、さあ、それでは皆さん、まずは本当にお疲れ様でした。素晴らしい戦い、ありがとうございました。ご支援の皆さんもありがとうございました、ね、それではちょっと時間も迫ってまいりました。明かしていただいてですね、表彰式を行います。それでは中通り綱引き大会表彰式、まずは準優勝チームの表彰です。準優勝チーム見事でございました。三菱商事株式会社の皆さん、先ほどのステージにお越しください。まずはプロレスリングノア剛腕塩崎剛選手から賞状が贈られます。それではお願いします。賞状、大手町丸の内有楽町中通り綱引き大会準優勝、三菱商事株式会社様、あなた方は、大手町丸の内有楽町中通り綱引き大会におきまして当初の成績を収められましたので、ここに称します。平成19年5月19日中通り綱引き大会実行委員会、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、続きまして準優勝までの贈呈です。準優勝では中通り綱引き大会に協賛をいただきました東京駅周辺防災隣組、東京駅有楽町駅周辺地区帰宅困難者対策地域協議会副代表森重明様より贈呈でございます。はい、お願いいたします。準優勝盾でございます。ありがとうございます。さあ、続きまして副賞でございます。副賞、プレゼンターは続きまして、塩崎剛選手でございます。副賞、パークビル2階三国丸の内お食事券3万円相当でございます。おめでとうございます。今の気持ちを一言お願いします。お肉いっぱい食べて体重増やしたいです。おめでとうございます。まずは準優勝三菱商事株式会社の皆さん、ありがとうございました。続きまして優勝チームの表彰です。それでは優勝チーム3人ステージに上がっていただきましょう。三菱自称株式会社、三菱自称プロパティマネジメントプロパティマネジメント株式会社の皆さん、どうぞステージへお上がりください。新しい、それではまずは賞状でございます。プロレスリングの塩崎剛選手から賞状です。賞状、中通り綱引き大会優勝、三菱自称株式会社、三菱自称プロパティマネジメント株式会社様、以下同文でございます。強かったです。勝ちました。大手町丸の内有楽町中通り綱引き大会実行委員会を代表いたしまして三菱自称株式会社町ブランド推進部長後藤康隆より贈呈です。取ったなー。さあ、
副賞でございます。副賞は丸の内オリックススクエア2階グリル鵜飼丸の内お食事券5万円分です。よろしくご父様より贈呈でございます。強かった三菱自動車の皆さんでございます。さあこの間にちょっと喜びのコメントを今の気持ち誰に伝えたいですか。社長に一番に伝えたいと思います。お食事券どうしましょう。今日出たメンバー以外にもいっぱいいるんでみんなでたくさん食べて来年も優勝したいと思います。頑張っていただきたいと思います。これからは、ね、各チーム全チームがストップザ三菱自動車ということでございますので、ね、頑張っていただきたい。さらに盛り上げていただきたいと思います。あ、でね、これでございます。もう一つ副賞をいただいておりますチームの皆さんに全員に、今回東京駅周辺防災隣組から、備蓄食が提供されております。こちら、こちらですね、サンマの缶詰、優勝チームにサンマの缶詰全員に、で準優勝チームにはパンの缶詰、これで単なる備蓄食と侮ってはいけません。普段から食べたくなるほど味にこだわった美味しい非常食でございます。皆さんどうぞ、ね、堪能いただきたいと思います。で、毎年3月と9月に防災訓練を実施しております。本日お集まりの力自慢の皆さん、ぜひ3月各防災訓練に参加をぜひお願いいたします。三菱自動車の皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。プレゼンターは三菱自動車株式会社マチブランド推進部長こと安高様でございました。ありがとうございました。さあそれでは優勝チームのフォトセッションに参りましょう。あ、三井の方なんかね悔しいばっかりですいませんね。本当にね、もう優勝ですからね、叩いてあげていただいてね、はい、全員上がっていただいていいんですかね。三菱自動車の皆さん上がっていただきまして、じゃあスポーツリンク、あ、プロレスリングノアの皆さんも上がっていただいて、フォトセッションでございます。各参加チームの皆さん、もうしばらくお付き合いいただきたいと思いますね。お願いします。この後三菱商事の皆さんも上がってフォトセッションでございますので、どうぞ。すみません、前に失礼しますね。三菱商事の皆さん、どうぞ前にお付き合いください。この後フォトセッションです。商事の皆さんも。じゃあステージ横で。三菱商事の皆さん、どうぞこちらへ。三菱商事の皆さん、こちもうこちらでお待ちいただきます。前に出ていただいて。さあ、撮ってますよ、撮ってますよ。いかがでしょうか。皆さん手を振ってもらっていいですか。あ、動きつけましょうね、はい、おめでとうございます、はい、じゃあ皆さん優勝おめでとうございます。見事 V1 としておきましょう。さあじゃあ皆さんちょっと動き出しましょうか。真ん中の辺向いてもらって目線を合わせて、来年も V2 目指して頑張るぞ。おー、大丈夫ですかね、大丈夫ですかね。三菱自動車の皆さんおめでとうございます。じゃあ続きまして三菱商事の皆さん、フォトセッション参りましょう。見事準優勝でございます。エノアの皆さんとフォトセッションでございます。さあそれではフォーメーションを取っていただいて、じゃあカメラさん呼びかけていただいて、見事この中通りエリアで行われてまいりました中通り綱引き大会、スーツで本気の綱引き勝負、見事準優勝三菱商事株式会社でございます。誰かお願いできないですか。さあ、はい、さあもう撮ってますよ、もう撮ってますよ、もう撮ってます、撮ってます、はい、カメラさん呼んでいただいて、じゃあデジカメに行きましょうか。デジカメ、違う、携帯でも行きましょうか。携帯で、はい、あ、撮っていただいてね、はい、大丈夫ですかね。はい、大丈夫でしょうか。おめでとうございます。皆さんありがとうございます。